マスクしないで海兵隊がそういった行動を起こしていることがコロナの原因の感染にも広げたんじゃないかという。大きなパンデミックを持ったアメリカから多数検疫もパスポートコントロールもなく入ってきてるということにとても不安を感じています。